ドゥビー橋は、フランスのパリ、セーヌ川に架かる歩行者橋である。セーヌ川右岸の16区ニューヨーク大通りと、同左岸の7区、ブランディガシュとを結んでいる。ニューヨーク大通り側には、ドゥビー港がある。この橋はもともと1900年のパリ、万国博覧会のために一時的な橋として架けられた。同時期に架けられた橋に、アレクサンドル三世橋やオステルリッツ高架橋がある。橋の名前は、軍事博覧会橋、マグデブール橋と転々としたが、第一帝政期の軍人で、イエナの戦いで戦死したジャンルイ・ドゥビーの名を取ってドゥビー橋と名付けられた。構造は、構成の単一アーチで、橋脚は石積みである。橋脚には波を思わせる、装飾のされた、濃い緑色のタイルが貼り付けられている。エッフェル塔と並んでこの時代の建築を物語る建造物と言えよう。建築協会の会長に過ぎ去った祭りの忘れられたモーニュメントと呼ばれるなど、ドゥビー橋は常に消滅の危機にあったが1966年になり、歴史的建造物に指定された。1991年には塗り替えが、1997年には踏み面の張り替えが行われた。ベルリンの壁崩壊間近の1989年、東ドイツの外交官がこの橋の上で死体で見つかった。冷戦の最中、この橋は東側のエージェントが秘密の会合をする場所だったのである。この事件はブライアン・デ・パルマ監督がファム・ファタールを制作する一因となった。アンバリッド橋、アルマ橋、ドゥビリ橋、イエナ橋、ビラケム橋。ありがとうございます。